はい、どうも、三山です。今日はですね、ちょっと前にセットしたヘラクレスの三男セットをね、ちょっとひっくり返してみます。どのくらいかな。1ヶ月経ってないです。でもですね、ちょっと三男セットが狭いので、ちょいちょい回収、卵を回収するね、パターンでやってみようかなと思って、ちょっとこれで組んでます。はい、メスがいましたね。メス、おぉ。泥まみれよ。産んでるかな？ちょっとね、ケースが狭いんでね。産んでるかどうかちょっと、不安なとこはあるんですけど、ちょっとひっくり返してみます、とりあえず。いきまーす。産んでたらいいな。産んでますね。もう速攻。卵が見えました。はい。まあこんなちっちゃいセットでも産んでくれてますね。お利口さんです。お利口さん。よし、ちょっと卵潰さないな。よいしょ。さすがにね、幼虫はまだいないかなと思うんで、卵回収の産卵セットですね。じゃあ早速回収していきます。卵、やっぱヘラクレスの卵だけあってでかいですね。久しぶりやな、ヘラクレスの産卵セット割り出しとか。もうさすがに狭いから、爆散っていう感じではさすがにいかないかな。卵を、ね、これ細いな。産み立てかな。そんな数ないっすね。やっぱりもっと、大きい産卵セット組んだ方がいいのかな。うまくいけばね、100ぐらい、まあ産むんすけどね。これやっぱちっちゃいんで、どうやら産み渋ってる感じがもしかしたらあるのかなっていう感じですね。やっぱりあれね、マットを固めて、そこに産んでるっぽいですね。この硬いとこに、こう割っていったら、卵が、結構あったりするんですよね。頑張って固めてんですね。こうやって塊のとこ割っていけば。で、こうやって入ってるんですよね。これもまん丸やな。元気な卵です。セットして、どのぐらいかな ?18 ってか10、12、3、12。今、3週間ぐらいですかね。これセットして3週間です。21日ぐらい経ったのかな。そんな感じですね。果たしてどのくらい取れてるでしょうか。でもね、こう、サナセットちっちゃいからね、もしかしたら産んでないかもしれないなと思ってたんで、まあ、とりあえず産んでてよかったです。産んでてよかった。あった。卵。よいしょ。
やっぱちっちゃい、ね、セットが小さい割には産んでくれてますね。偉いぞお前、ね、よし。でもちょっとだいぶ軽くなってますね。ちょっと餌食わせないとダメかな。このまま死んじゃう気がする。さっきそういえばひっくり返す前に上に出てきてましたね。お腹空いてんのかな。よし、これ終わったらバナナあげちゃおう、ね、頑張って産んでくれてるんでご褒美にバナナですよ。ゼリー、さあここにも入ってるかな。ガチガチに固まあ入ってますね。やっぱりすごいですね、こんなにね。要はあんな細い足でねガチガチに固めれますよねこいつら。すごいですよ、よく考えた。私たちのようなね大きな手があるわけでもなし、ね、まあ器用っちゃ器用ですよね、そういう考えたら、ね、クワガタなんかもねこうやって固めて産んでるみたいですから、ね、虫といえどもやっぱりなんかねすごいなと思いますよ、ね、こんなにね卵を産むなんて。あ、ゼリーの切れ端、よし、ぽい。虫ってね、すごいですよね。それはね、自然界にあんだけ数が繁栄するわけですよね。繁殖力が半端ない。ここら辺にいるかな。あ、ありますね。ヘラクレスもいいですし、結構楽しいんですよね。でね、卵も大きくて分かりやすいし、ね、結構簡単に産みますんで、国産株とやるのと一緒な感じですね。ね、簡単に産むんですよ。ね、すごいですよね。カブトムシってこう繁殖力かけてやっぱりすごいね。クワガタのね難関種なんかもこんな感じで産んでくれたらいいんですけどね、まあでもこんな感じで産んだら難関種にはならないかめっちゃ増えますよね。あれね、やっぱ難関種だからこそこうやってて楽しいのかもしれないですね。ね、成功する方なんか特に。なんか外で音楽が鳴ってる。なんだ急に。あ、卵あった。なんか隣のトトロの音楽が鳴ってる。どういうつもりだ。お知らせか、この街の部落の。今まで氷川きよしだったのに。あ、だった。よいしょ。でもまあちょっと割り出してよかったですね。まあ狭いんで、これ以上ね卵を産もうとしたら多分今ある卵をね傷つけちゃったと思います。もしかしたらねもうそういうのが始まってた可能性もありますしね。ちょっとね今マットが少ないんで、このちっちゃい産卵セットで組みましたけど、ね、ちょっとこれをね何回も回してたくさん産んでもらおうかと思ってます。よし、今回このくらいかな。また戻します。よし、 OK。 よし、じゃあ戻しますね。
こんなのな。よし。じゃあ、あと戻すだけなんで、ちょっと、割愛しようかな。よし。じゃあ、まあ、とりあえず、乾燥してるんで、水を吹きかけときます。今回取れた卵は1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22個。だいたい1日1個産んでる感じですね。うん、1日1個ペース。まあ、爆産だとね、1日2、3個産むんでしょうけど、まあ、こんなもんでした。まあ、でも私にとってはね、ずいぶん嬉しいです。これからまた産んでくれるでしょうから、頑張ってもらいましょう。はい。ということで、この子ですね、うん。ご飯をゆっくり食べさせたいと思います。目見えてないんじゃないか。よいしょよいしょ。はい。よし、この子にはね、バナナを食わせます。いけるか。1日、たらふく食わせてもう一回産んでもらおうかな。はい。まあ、ということで、今回ヘラクレスの産卵セット割り出しでした。はい。このヘラクレスはちなみに、お知り合いの、タンクトップさん、ね。タンクトップさんから、いただいたものです。はい。タンクトップさん、うまく子孫残せました。ありがとうございます。はい。まあ、ということでね、今回終わります。はい。ご視聴ありがとうございました。